エンヌ県はフランスのヌーベルイコールアキ規定の地域県にある県。県名はビエンヌ川に由来する。パリからトゥールーズへ向かう道、大西洋から中央高地をつなぐ道といった歴史的な交差路に位置する。文化的、歴史的にはオック語県に含まれる県であり、 かつてのリムーザン州西部を占める部分となっている。1790年以前の州で色分けされたオートイコールビエンヌの地図。リムーザン、ラ、マルシュ、アングーモは、ポアトゥーからなるロシュシュアール近くのシェオンナックに、シャラント川の水源がある。クルーズ県、コレーズ県、ドルドーニュ県、シャラント県、ビエンヌ県、アンドル県と隣接する。県は、 中央高地の北西端に位置する。ビエンヌ川谷では標高が160メートルになる。そして山間部にあるバシビエール湖では標高が750メートルになる。県の標高最高地点はラガルド山の795メートルである。オートイコールビエンヌの森林面積は149996ヘクタール。 そのうちの植林率は29.6%である。すべての川の全長は7 0 0 0トルにもなる。オートイコールビエンヌは、コレーズなど近接する県とは異なり、実際の風景が非常に異なるものであっても、別個の地理区分がなされていないが、3つに区分ができる。オートイコールビエンヌにおいて、アキテーヌ型の海洋性気候は減衰し、 中央高地に近いこととその標高の高さのため、山の影響を受けている。冬は雪深いが、県とリモージュで、雪の日が1日から2日続くことは珍しい。夏は美しく、湿度が高いために非常に暑くなる。秋は通常晴れて過ごしやすく、9月と10月は稀に霜が降りる。オートイコールビエンヌの道路地図地域圏と中央高地の理想において、 オートイコールビエンヌは長い間主要道から除外され、孤立に苦しんできた。1990年代、そして特に2000年代に、車の道路計画において、顕著な改善が見られた。これは、先進的なオートルート A20 の試験使用のためで、ビエルゾンとブリーブライコールガイアルドの区間は、無料であった。加えて、アングレーム方面へ向かう、国道141号線が オートイコールビエンヌ近くに開通した。リモージの高訴審裁判所は、コレーズ県、クルーズ県、オートイコールビエンヌ県を管轄下に置き、その管轄区内の裁判所で下された判決を聞く。ラシダ,ダティ司法大臣時代、司法改革が進められ、ベラック、ロシュシュアール、サンティデューラペルシュにあった、昇進裁判所が廃止された。非常に長い間、 オートイコールビエンヌは左派に影響を受ける県である。これは第一次世界大戦からの伝統的な農村部や都市部での労働組合運動のためである。そしてレジスタンス運動は現在の共産主義勢力と県における政治の大部分を占めてきた社会党勢力という二つの強大な左派勢力の統合を好んだ。21世紀初頭。 フランス共産党は注目すべき比重を示していたが、現在はフランス社会党が大勢を占めているため、県選出下院議員3人、県選出上院議員2人を出し、42のお合理のうち24、そして人口3500人以上のコミューンの大多数で議席を保持している。議会の右派勢力は数箇所単独で勝利しているにもかかわらず、阻害されている。 2010年代に明らかに増加傾向にあるものの、極右勢力の得票数は控えめなままである。フランスの多くの他の地域圏でそうであったように、工業は危機を渡った。地域経済はますますその工業的外観を維持しながら伝統的な経済に近寄る傾向にある。こうした経済活動でよく知られているのは、リモージュの時期とエナメル、ウェストンの靴。 三次二の手袋である。車は今リムーザン経済の主力であるとみなされている。県経済の象徴となっているのは今も昔も製材業である。農業においては今も牛の飼育が支配的である。奥指定されているリンゴ、ポムドリムーザンも知られている。穀物栽培は限定的であり、昔のフィロキセラ流行によって荒廃したことから、 ブドウ畑はほとんど存在しない。県の失業率は7.4%と国内平均よりも低い。ありがとうございます。